おおきに、西成五時ですわ。はい、もう、あ、音楽忘れてるな。はい、いうことでね、頭を切り替えていきましょう。さっきの動画は別に QR してる、ふてくされてるんじゃないんでね、それだけご容赦いただきたいと思いますよ。ね、その、また泣いてまうかもわからんけど、まあ、あえて言わせていただきますね。トイレットペーパーを噛み締めてるって。私は、私なりの考えをコメントには書かせていただいたんですけども、これはあくまで持論なんでね。はい。まあ、その人の、言葉っていうのはずっと私の胸に残っております。そのトイレットペーパーをかじってるっていうのはね。で、はっきり言って民族派ではないですけども、私も右寄りです。でね、まあ私が所属している団体というのは名前は出しませんけども、愛国、あ、やめとこ、松竹梅の竹、井戸の井、信じるの信、横数字の1、これで YouTube 検索してもらうか、Google 検索してもらうか、何でも検索してもらったらね、私そこでやらせてもらってますんで、活動の方は。まあ、大きな活動はさせていただいてませんけども、できる範囲の活動というのはやらせていただいております。ちょっと最近はね、この YouTube の方に集中して、やらせていただいているんですけども、2月20日だけは、ちょっとこの YouTube、お休みをいただくかもわからないです。現場でね、ちょっと、声を張り上げようと思っています。はい。ということで、何の話しようか。ね、いっぱいコメントありがとう、ほんま。ありがとうね。ちゃんとやってますんでね。嘘隠しなく。吐いた唾は私は飲みませんので、皆さんの前でね、肝心な話をしたことは忘れません。どうでもええような笑い話を忘れますけどね。鶏ですから。散歩歩いたらほんまに忘れるんですわ。ほんでそのね、これ何回も言うてると思うんやけど、認知症を、まあ、はっきり言うて、まあ、若年、数年前にね、私も若年性アルツハイマーって診断されております。で、それを改善するっていうのを、まあ、なんかのね、この YouTube の、CM つきますやんか。もう例え話で出させてもうたら悪いけど、1000人以上のチャンネル登録者いてるある人の分も勉強にね、YouTube 僕も見に行きますんでね。ほんだら広告、その時に広告流れますやんか。んでそっから拾ってきた情報なんですけど。で、それを、無料でね、やってるっていうのを、その広告から知って、で、LINE アカウントっていうのかな、登録して、まではいいんやけど、登録したまではええんやけど、なんせ性格がやりっぱなしのほかしっぱなしやから、で、その動画、ちょっと一回、どんなんか見ようと思って、見ようと思ったら40本って書いた。それが何個も繋がってんねやんか。邪悪そうで。邪悪そうで一回もその動画見てへんちゅう話やわ。な、おもろやわ。もうどないしたいねんちゅう話やわな。な。そういうことですわ。喉乾いた。ちょっと。
の人は、おい、三ツ矢サイダー。先タバコ買いに行ったついでに、もう、三ツ矢サイダー買うてきて。ほんならな、おもろいで、これも。三ツ矢サイダー。ちょっと前も、さっき飲むわ。三ツ矢サイダーな、買うてきてやんか。皿一本。家帰って冷蔵庫入れとこうと思ったらやな。前に買うたら、三ツ矢サイダーまだ残っとった。やられるわ。さあ、そしたら何の話でしょうか。何の話でしょうか。そんな時はこれやな。ネタ考え中、ネタ考え中、ネタ考え中、ネタ考え中。もうこれも何回もやったからおもろないやろ。ほんまに考えてんねん。みんな柳の話も嫌やしやな、沖ノ島の話も嫌やろ。もうこの二つに関しては、沖ノ島と柳に関してはなんぼでも出てくんで、ほんまになんぼでも出てくるから。柳の話しようか。名古屋なんでもうシリーズ化しようか、次から。おもろい話が聞きたいんやったら柳の話聞くしかないわ。で、魅力を、その沖ノ島の魅力を感じるんやったら、もう沖ノ島の話するけど、これには面白くもなんともないから、ああ、なんとええ島やなって思ったら、あげる話をしてたわけやからな。うん、で、な、コメントにも書かしてもうたけど、うん、その話が聞きたかったらメールちょうだい、とりあえず。もし、その話をな、霊魂どうのこうのの話をすると、しんどい人、やっぱし私みたいに、ね、霊感ある人はしんどいんですよ、ほんまに。ほんまにしんどいんですわ。霊感ある人は。でもやめてくれっていうね、コメントついとるんで。もう公開動画ではせえへんし、うん、話だけ聞きたいんやったらメール送ったやろ。 G メールアドレスわしのな、話がだけ聞きたいって言うんやったら、個別動画であなた向けの動画を撮ってね、ずっと永遠に喋りますよ、うん、永遠に言うてもこれ公開の動画も撮らないかんし、うん、そんなに3日も4日も続けてや無理やけど、うん、小分けにね、15分ずつぐらい、うん、シリーズ化してお話、もういらんって言うまでしてもいいですよ、うん、ということで、とりあえずその興味のある方はメールくださいね。んで、これはアピールですけども、自己アピールですけども、さっきのコールセンターに電話してるの動画送りましたけどね、もう政治の話はもうあれ以上は無理やから、もう動画送らせてもらいました。で、取りためてんのはもうあれ一本やから、またね、今日も取ってないから、昼電話入れたけど、一本あればええかと思って、貯めてたやつ、送ったから、また取っときますわ。いうことで、英尺取れてもたから、今回この辺にしとこう。もう柳の話も聞きたないやろ。聞きたいっていうのが、一声でもあったらな、ね、もう他の人の意見無視してな、柳の話俺はしたい人間。おもろいね。柳シリーズ。まあ、これも、Gmail、な。貼っとこうか。もう、めんどくない。わし、コピペができへんから、おう、横ごねやんか。まあ、この動画に、説明欄に、Gmail、とりあえず入れとくさかいに、ね、必ずそのハンドルネームか、な、YouTube でコメントくれる名前でええから、何々ですって、
書いてくれんかったら誰か来たか分かれんやん。こんだけ G メールハルハル言うてやな、全国発信しとんのにやな、わけわからん外人から来られても分からんやろな。だからそのなコメントくれる名前でええから、別に本名なんかどうでも構えへん。でその時には電話番号も教えるしな。電話あ非通知では私受け付けへんからな。非通知は電話の受け付けせえへん。別に電話も書いてもええねんけどやな、それこそわけわからん外人からかかってきたらどうすることもできへんやろな。だから電話番号は貼れへんねん。多分電話番号貼っても、あの、Google の方で削除されてもらうと思うよ。E メールも、せやからもう貼れへんようにした。で、反対に G メールの通知が、今までは僕が覗きに行かへんかったら、G メールを。行かへんかったら、覗きに行かんことにはメールが来てるかどうかっていうのは分かれへんかったんやけど、もう全部、G メールも、電話も、音声で、誰々から電話、取った、登録してる人はやで。全然知らん人が電話かけてきても、その電話番号が出るだけの話だってやな。そんな電話俺出えへんし。どこの誰かわからんやつの電話。家にもかかってくんねやんか、時々。こんなん言うたら悪いけど、やっぱり認知症の方から。しつこく。で、違いますよって言うてるにもかかわらず、あ、わかりました、すいません、えらい迷惑かけましてって言うて、3分後にもう一回かかってくるからね。だから、突然電話にした。もう、家も。ちゅうことで、11分超えてもた。そんな邪魔くさいけど、これ、G メール書く。自分で言うて忘れるからな。控えるわな。例の。あれで筆ペンで G メール貼る。よし控えたから、あら大喜利長見つかすかですまい、妊娠のありこじでした大喜利。